さあ、先鋒、大将先鋒戦。強いっすね。さすが今回、強いっすよね、本当に。すげえ、それすげえな。さあ、大将先鋒戦、小川エディ対カズキリジ。まあ、ある程度、まあ、まだいけんじゃねえ的な感じですからね。さあ、エディリジですが、まずは魚で分身を消している。2杯飛んだところに合わせて、ジャンプ系クーテク、ジャンハイ張らず、ジャンプ 2S。さあ、画面端。伸びる。さあ、お互い遠距離、ここは一旦閉まってからの、キンバースト。カウンター、S ハイから、ギャラッディを合わせて、ドランカ、キン S2 杯の、なんだっけ、アモルファスだった。ごめん。一本戦車、オガエディ。投げている。さあ、下段刺さって2杯ギャラリー中段。さあ、2杯からじゃんけん、はいはい、 D じゃんけん、差し返して大木攻めがジャンプ 2S、 ハイからデッドアングル切り返して6杯で分身を消している。さあ、遠距離飛んでかわしていったが、画面端金エスエンス、木の実、下段刺さって、2敗 !1 本取り返す、カズキリジ、最終ラウンド丸、開幕からいきなり捕まって、ダムで飛んでいるが、伸びるカウンター、K、ハイ、D、いたしまって、ジャンハイ、直画からの、廊下で潰したが、ジャンエス、差し返して画面端に、持っていく。ジャンプ 2S、空中投げを阻止している。ジャンケ。ハイストラドリル、ダウンバースト。ジャンプ系、ダウンで飛んでいる。さあ、魚で、エディを消して投げている。KK から 2P。ジャンプ D。さあ、エディ召喚、ハイストラドリル。勝ったのは小川エディ。そうなんですか。さあ、ここで中堅で出てくるのはマルケンバイケン。さあ、大将中堅戦、小川エディ対マルケンバイケン。さっき07の決勝の時は、今度は08。すごい試合ですね。今日豪華ですね。東京 DVD 買わなくてもいいっていうぐらいに、こうね、豪華な試合ですからね。やばい、これ、俺、ワンチャン消される。やばいね。ジャンプ D、空中ジョーカー、ジャン、ハイ、D から、畳返し SD、ジャンハイ重ねて、溶山戦 !2 杯から、逆に逃げる。S から、畳にファースト合わせていく。カバリで伸びること消して、ジャン S から、ダムと飛んでいる。超ドリルカウンター、バース使って伸びるから、S ハイ D! オーレン潜って回避して、ギャラリーから、伸びりで拾った一本選手は小川エディ。さあ、お互い爆成、第2ラウンド。さあ、投げにも一つで、ここはダメだ、引っかかって、大きい攻めが、6K、2K で暴れていた。PD、
大木攻め、ジャンピーから下段、畳から陽山戦、さあ中段キャラリーループホール、ここは切り返していったが、さあ頭部エリーに対してジャンハイ畳返し、ちょうどリルカバリが当たってしまい、ジャンペス2敗カウンター、タツピー2敗、勝ったのはオガウェディ。そして大将ロイソル、さあ大将戦、小川エリー対ロイソル、さあ開幕から真正面、画面端足払いでギャラリーを透かしていった、空中投げ、小木攻め飛んでいる、立ち牌を伸びで透かして、ここはギャラリーカウンター 2P から、ジャンケドリルスペシャル固め引き、召喚伸びるから画面端 KK 牌ダメドファング引っかかってバーストガードして、ドリルスペシャル画面端で固めが続く、さあエリー召喚逃げる、それ伸びに引っかかる、2K から再び召喚、ダメドファング捕まえて、青からハイ DKS のボスキル、一本戦車おがえり逆三縦リーチ2敗、 S ルカウンター2敗からインバイドヘル、さあ画面端に回る、引っかかって、 KK ハイガード2敗から繋がってないが、これは死んだ、勝ったのはおがえり逆三盾